はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、豊島九段対外葉康光九段の A 級順位戦5回戦のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が豊島九段、後手が佐藤康光九段で、交換振り飛車となっていきました。そして3三銀、6八玉に2二飛車と佐藤九段はダイレクトに向かい飛車に振っていきます。この手に対しては、6五角と打っていく手も非常に有力で、実戦例もある形なんですが、豊島九段は7八玉と寄っていきました。ちなみに6五角の場合は一例として7四角と合わせまして、4三角成に5二金か4二金かという戦いになっていきます。4二金の場合は、ここから7五歩と突いて4三金と角交換になるか、それとも6一馬同玉7五金と、この手順で角を詰ますか、こういった戦いになります。これも一局の将棋ですが、豊島九段は後手の研究十分と見て、これをちょっと回避したという形ですね。そして後手は6二玉と上がりまして、相変わらず6五角は7四角がありますので、9六歩7二玉と駒組みが続いていきました。そして4六歩8二玉4七銀と上がっていきます。何気ない駒組みのようでいて、先手はここで分岐点を迎えております。7七銀と平凡に上がるか、8六歩から8七銀と銀冠で使うかですね。どちらも実戦例のある戦いとなります。で、先手は一旦3六歩と右側に手をかけていきました。で、5二金左に5八金右と上がっていきます。後手の陣形によって銀上がるか8六歩突くか変えていこうと、そういった指し方ですね。で、後手は6四歩と突いていきました。が、8六歩と、ここで豊島九段が8七銀型を明示していきます。そして7四歩8七銀と上がったところで、佐藤康光九段が2四歩と仕掛けていきました。なぜこのタイミングで仕掛けるかといえば、この8七銀と上がったおかげで、将来4四角などと打った時にスーッとこの、利きが通るということですね。なのでこの瞬間に仕掛けたという形になります。で、先手は同歩と応じまして、同飛車と後手が強くぶつけていきました。例えばここから、同飛車同銀4一飛車などと進行した場合は、3三桂と跳ねまして1一飛車なり2八飛車と、こういった進行が考えられました。これは形況が広いそうな分、振り飛車フェースといったところでしょうか。ということで、ちょっとこの展開を先手は避けまして、2五歩と飛車交換を拒否しました。そして2二飛車に3七桂馬と跳ねていきます。この桂を跳ねないと、例えば1六歩とかだと2六歩と垂らす手もありました。これで例えば同飛車なら4四角と飛車と香車の両取りに打たれて、この8七銀と上がった形を最大限咎められてしまうということですね。ということで、一旦3七桂と跳ねて2五の歩を守りまして、後手は1四歩と突いていきます。で、ここから先手は6八金上がると上がっていきました。この8七銀と6八金上がるという形は、藤井竜王も採用した形で、令和の新しい振り飛車対策といったところでしょうか。非常に勝率もよく有力な陣形となっております。で、ここから後手は1五歩と突き出していきました。これも面白い手ですね。で、例えばこれ、ほっとくと、8五歩などでほっとくと、すぐやるかどうかは微妙ですが、将来的に1六歩、同歩、同香、同香、4四角と打って、こちらの香取りを受ければ1七角成で飛車と香車の両取りをかけていこうと、そういった狙い筋もどこかで生じてきます。ということで、ただの手待ちに見えて油断ならない一着ということですね。で、ここで先手がどうするか注目されたんですが、豊島九段、後手陣に隙ありと見て5五角と打っていきました。これが機敏な一着で居飛車がリードを奪っていきます。やっぱりこのレベルになると、本当にちょっとした隙でも絶対に逃してくれないですね。で、そして佐藤九段は4四角と合わせていきました。以下同角同歩と進行します。同銀と取ると2四歩があるので、同歩は仕方ないということですね。で、先手はもう一回5五角と打っていきました。これが単純に6四角を狙いつつ、次の2四歩などを狙って一石二鳥の角打ちとなっております。で、後手は6三金と高美濃を完成させながら6四の歩を受けるんですが、2四歩が絶好の突き出しとなりました。
仮に同飛車なら、今度は同飛車同銀2三飛車と、銀と桂の両取りをかけて先手が優勢な展開になります。まあ、ということで、まあ、佐藤九段としても飛車交換はできず困ったかなと思われたんですが、ここから2五歩と打つ技を繰り出していきました。まあ、同銀だと4四角と出るような味があるんで後手が困ったかに見えたんですが、まあ、2五歩がさすがの切り返しで、まあ、若干居飛車がやれていそうなものの均衡は保たれております。これで同飛車と取らせまして、そこで1三桂ですね。これで1回端に桂馬が飛べたのが大きく、以下2九飛車に2四飛車と強くぶつけることに成功しました。例えば今度同飛車同銀の展開になると2三飛車が両取りにならないということですね。先手としては2五歩と飛車交換を拒否する手も有力だったんですが、豊島九段はそれでも同飛車と取っていきました。そして同銀に4四角と打った角を活用していきます。そしてまあこれは1一角成の他に4五桂と飛んで5三桂成と、5三地点を狙っていく狙いもありまして、非常に厳しい角となっております。そして後手は2九飛車と打っていきました。で先手も2一飛車と下ろして、飛車と飛車がぶつかり合った格好になります。ここから後手は4八歩と軽妙な垂れ歩を放っていきました。まあ、仮に同金なら5九角と打って一気に攻めていこうということですね。5九角まで行くとちょっと先手がまずそうという展開になります。例えば5八金なら、取って取っていきなり7九金と王手していく手がありまして、これは王様の堅さの差で先手がまずそうですね。まあ、ということで4八歩に同金は5九角でちょっとまずそうなんですが、ここから先手は4五桂と跳ねていきました。これが絶好のさばきで、急所に駒が効いている分先手が若干リードの進行となっております。評価値でいうと300点ほど、パーセンテージでいうと 60% ほど後手のリードとなって、先手のリードとなっております。でここから5三地点を受ける適当な手も難しいということで、後手は4九歩成と開き直って攻め合いに行きました。ここですね。ここで実戦は6六歩と一旦豊島九段が突いていきます。これも非常に落ち着いた一着で、まあ、仮にすぐ5三桂成となりますと7一角という面白い反撃があります。で6三成桂なら4四角と取られまして、まあ、これが4四角の利きがスーッと9九の香車まで睨んでおりますので、これは若干後手ペースの進行ということになります。まあ、ここまで睨んで5三にならせても大丈夫と見切った上での4九歩成だったということですね。で実戦は4九歩成に対して豊島九段が一旦6六歩と突いていけました。まあ、これが先手玉の懐を広げつつ、先ほどの4四角の利きをあらかじめ緩和した手となっております。で後手は5九とと寄りまして、6七金右に2八飛車成と、次の6九角の王手銀取りを狙っていきました。ただそこで先手が5三桂成と強く踏み込んでいきます。これが素晴らしい対応で、形勢は若干先手リードのまま終盤に差し掛かっていくという形になりました。で佐藤九段もここで7一角と狙いの角打ちを決行いたします。でここで次の豊島九段の手が明暗を分ける格好となりました。実戦はここから1一角成と豊島九段が取っていったんですが、5三角と取られまして、ここで振り飛車ペースの戦いとなりました。まあ、ちなみに、この1一角成では6三成桂と踏み込んでしまう手が有力だったようです。おそらく豊島九段としてもやっぱり第一感で考えていた手だと思うんですが、まあ、ちょっとこの後自信がないということで見送ったのかなと思います。6三成桂の変化少し掘り下げていきます。これに対して後手は4四角と角を取る一手 でここで7二成桂同金の形になると5五桂の筋、そして6九角の筋が厳しく残って、これは後手ペースの戦いとなります。ということでここから4五歩と角を追ってどうかなという形になります。以下、6九角なら7七玉と逃げるのが正解手順で、これで、6三の成桂や4四の角取りが大きく、先手がわずかに一手勝ちペースの戦いということになります。
なので、まあ、2六角と逃げるのがおそらく最善になるんですが、やはりこう7二成桂と取ると5五桂が厳しく残るという形ですね。なので、この2六角には2九歩と一回打っていくのが好手で、これならわずかに先手に分のある形勢となっていたようです。まあ、一例としてここから4八竜なら、2飛車成と銀を取りつつ角に当てまして、3七角成には7二成桂同金に、6一銀と引っ掛けていくという展開ですね。まあ、4七馬が厳しそうに見えるんですが、7二銀成同玉、2二竜、6二桂に一回7九金とがっちり打っておいて、まあ、次の5三金などの寄せを楽しみにすれば、本当にわずかなんですが先手がさせていたようです。まあ、ただちょっとこれ本当に実戦ではあまりにも怖すぎてとても踏み込めないような順ですね。まあ、一例として5八銀なら、5二竜と一間竜の形を作って、6一銀や6三銀、あるいは6三金などを見せて、先手がギリギリ一手勝ちコースの形勢となっていたようですね。ただちょっとさすがにここまで、まあ、進めるっていうのはあまりにも怖いですし、他に何かあってもおかしくありませんので、まあ、ちょっと豊島九段としてもかなり難しかったというところだと思います。ということで、6三成桂と取っていく変化であれば、ごくごくわずかに先手に分がありそうな形勢だったようなんですが、実戦は豊島九段、長考の末に見送って、1一角成とこちらの香車を取りました。そして、5三角と目障りだった成桂を取って、はっきりと振り飛車がペースをつかみました。まあ、1一馬の利きがなくなると5五桂と打たれてしまったりとか、あと2六角から4八角成がシンプルに非常に厳しいと、そういった側面もあります。でここから先手は8八玉と寄りました。以下6九とに7八金と寄っていきます。まあ、このあたりも非常に冷静な動きですね。そして後手は2五銀と味よく出ていきました。まあ、これで2六角と出た後に2四飛車成ができなくなっております。そして先手は5六銀とこちらに活用していきまして、以下1九竜と後手が取っていきました。一回2五銀と上がったおかげで2四飛車成が消えたので、この1九竜やあるいは2六角といった手順が可能になっているということですね。でここから先手は4五歩と突きます。これで、まあ、将来的に5五馬といいポジションに引いていこうという非常にこう渋い一着ですね。で後手は4九竜とさらに渋い手で返していきました。まあ、4四歩と突かれて4三歩成となっていく手を消しつつ、まあ、次1七角成などを狙った非常にこうプロらしい渋い攻守ですね。また5五馬と引いた時に竜が当たりになる手も未然に避けております。でここで先手は5五香車と後手の歩切れをついて打っていきます。そして1七角成に5一香成、7一金、5二成桂と引いていきました。5二成香と引いていきました。でここでまあちょっと成香が非常にいやらしく、次に放っておくと4四馬などがなかなかいやらしいんですが、ここから6二金引きと成香に当てたのが好手でした。まあ、取ると同馬でガチガチになっちゃうということですね。まあ、ということで、実戦はここから1八歩と先手が技を使っていきます。で、2六馬に、2七歩ですね。これで、まあ、6二成香の時に同馬と味よく戻れないようにしてから取ろうということになります。で、後手は5九馬と使っていきました。もう守備に効かすのは無理なので、攻めに使っていこうという非常に鋭い嫌な馬の位置ですね。で先手は6二成香と金を剥がして同金に4四馬と味よく引いていきます。ただ6一香車と守られて思いのほか金だけでは攻めが難しい状況ですね。この辺りの形勢はごくわずかに振り飛車ペースとなっております。で実戦はここから6五歩と引いていきました。4四の馬の利きをスーッと通して受けにも効かせつつ、次の6四歩から6三金を見せた一石二鳥の好手ですね。でここから後手は一回4三歩とその高ポジションの馬に働きかけていきます。仮にこれ同馬とか取っちゃうと6六桂と捨てて同金に6八と金と
こういう強烈な筋を食らって、いっぺんに後手が勝ち筋に入るという恐ろしい変化があります。ということで、3三馬と潜っていったんですが、これで馬の利きがそれまして、後手玉が相対的に硬くなりました。そして後手は5八竜と活用していきます。ほっとけば6八と金と引く手もいつでもありますよと、先手にとって強烈なプレッシャーとなりました。で先手はここから6四歩と取っていきます。次5五馬から6三歩成とか、シンプルに6三金という手が厳しいですね。そして後手は5二香車と打っていきました。まあ、これが5五馬を阻止しつつ、5六の銀に当てる、非常に味のいい一着となります。で先手はもうちょっと銀取りを受けていても仕方がないということで、6三金と打っていきました。これで清算すれば6一の香車が取れるんですが、当然後手は手抜いて5六香車と銀を取っていきます。そして先手は5五馬と狙いの筋を決行していきました。例えばここから後手がまあ手を渡すと、だから何ですかね、ちょっと例えばありえないんですけど、後手が手を渡すと、まあ、6二金同香、そして6三歩成と、こういう筋も考えられます。まあ、ということで、まあ、この次の6二金同香、6三歩成、あるいは7二金から6三歩成という手をどうやって受けるかというところだったんですが、後手は7三桂と冷静に跳ねていきました。これで5五馬の利きから8二の王様をしっかりと守りつつ、さらに、先手玉が上に逃げてきた時の抑えにも効くという、これまた一石二鳥の好手となっております。先手はここから9八玉と寄っていきました。やっぱり豊島九段もさすがの粘りですね。この粘り強さで何度も逆転勝ちを収めてきました。で後手は冷静に7九と金と追っていきます。でこのタイミングで7二金、同金、6一飛車成と先手が勝負をかけていきました。ただこれが怖そうに見えて何にもなっていないということを全て見切った豊島九段が7八と金と金を取って、ここで体勢が決しました。以下、7二竜、同玉、5四馬と攻めていくんですが、8二玉、8一金に、9二玉まで、豊島九段、無念の投了となりました。投了図以下、王手かけるとしたら、9三香しかなさそうなんですが、同玉、8二銀に、8四玉とかわして、これで、詰まず、先手の、負けが決まってしまうということですね。まあ、ということで、ここまでは指さずに投了となりました。まあ、ちなみに8二銀にうっかり9二玉と引いてくれれば、9一金、8二玉、8一馬と使っていって、後手玉がトンシという筋がありました。王様をかわせば、9二金、8四玉、8五香、同桂、同歩、同玉、9七桂、8四玉、8五歩から、6三歩成という筋ですね。非常に恐ろしいトンシ筋があったんですが、加藤九段は当然こんな手には引っかからず、しっかりと対応していたんじゃないかなと推測しております。豊島九段としてもちょっとここまで指してもどうせ8四玉で勝てないということで、潔くこの9二玉の段階で投了になったということですね。まあ、一局を通して豊島九段が機敏な動きからわずかなリードを奪ったように見えたんですが、佐藤康光九段が、その後、先手に生じた一瞬のミスに乗じて、見事に逆転。そのまま、剛腕発揮して、快勝という形になりました。本当に強いですね。佐藤九段は、今季、ここまで4勝4敗と差し分けの成績で、見事に、50代にして、A 級残留をしっかりと決めております。ぜひ、また来季も A 級に残り続けてほしいなと、願っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。